ジェネシスはアメリカ航空宇宙局のディスカバリー計画の一環として宇宙に送られた探査機である。2年間にわたり太陽風に含まれる粒子を採取した後地球に持ち帰った。ガツイエンの場所では初めて行われたサンプルリターンミッションである。ジェネシスは n、AS、a s a ェット推進研究所が2億6000万ドルの予算をかけて開発した。設計、建造は ロッキード・マーティン社が言った。ラグラン受点で4枚の太陽風サンプル収集アレイを展開して2年3ヶ月間太陽風のサンプルを採取した後地球へ帰還しサンプル回収カプセルを突入させた。なお衛星本体は地球を通過して太陽周回軌道へ入った。ユタ砂漠に激突した回収カプセル計画では 回収カプセルのパラシュートが開き十分減速された。あと映画などでスタント飛行を行う専門のパイロットが操縦するヘリコプターが機体に取り付けたフックでパラシュートを引っ掛けて回収するはずだったが実際にはパラシュートが開かずに時速 300km で地面に激突した。パラシュートが開かなかった原因は設計図のミスでパラシュート起動用の加速度センサーが 上下逆さまに設置されていたためであったと確認された。その後の調査でカプセル内の資料容器は多くが破損を免れていたことが分かり、砂やホコリなどの汚染除去が進められ、3年後から順次成果が公開されている。落下したのが砂漠で液状の水がなかったことが幸いした。厄介だったのはむしろ衝撃で飛び散った潤滑剤など、 カプセル自身の材料による汚染だったという探査機の軌道ありがとうございます。